元ブラックエンペラー7代目総長として有名な俳優宇梶剛士は、家庭での問題から家を出て新聞配達などのバイトで生計を立てていた。小学生の頃から野球を続け心の拠り所にしていたのだが、高校時代野球部内でのいじめや先輩からのしごきを同級生と共に告発し練習をボイコットした際、学校側から事実関係を隠蔽された。さらに監督からボイコットの首謀者との濡れ衣を着せられた。そのせいで練習への参加を禁止され、グラウンドの端に立たされていたのだが、当時の担任や他の大人が誰一人として声をかけてこなかったことにより、大人を信用できなくなった。これがきっかけで暴走族に加わり、17歳で当時2000人が所属し日本最大と言われたブラックエンペラーの7代目総長となった。その後暴走族同士の抗争で逮捕され少年院へ送られると、そこでの生活で改心。この時に読んだチャップリンの伝記に影響され俳優を志し、錦野明の付き人をしていた時に出会った菅原文太に見込まれ弟子となった。